関音寺エクスプレス号関音寺エクスプレスは JR 四国バスが運行する大阪市、神戸市と香川県境出市、全通寺市、三豊市、関音寺市を結ぶ中高高速バスである。2020年12月現在は新型コロナウイルス感染症の影響による乗客減で全便の運行を取りやめている。2017年6月30日までは 四国高速バスが運行する、サヌキエクスプレス神戸、大阪号と大阪、神戸、堺ではスターミナル、全通時はスターミナル間で、共同運行及び乗車券の共通化を行っていたが、同年7月1日以降は、単独運行となり、乗車券の共通利用ができなくなった。また運行ルートの一部変更が行われた。サヌキエクスプレス神戸、大阪号の詳細は、 同記事を参照のこと。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要。ここでは、かつて運行していた神戸発着便の観論寺、エクスプレス、神戸号について述べ、一部はかつて共同運行していた、四国高速バス、阪急バスのサヌキエクスプレス大阪、サヌキエクスプレス神戸、及び二路線を統合したサヌキエクスプレス神戸、大阪号。 新規バスのハーバーライナーについても触れる。観音寺エクスプレス号の便名コードは 540XX。以前に存在した神戸発着便は 555XX。かつて共同運行していた、さぬきエクスプレス神戸、大阪号が 5406X であった。香川県の生産地区と京阪神を結ぶ高速バスは、1996年に四国高速バスと、 阪急バスが、サヌキエクスプレスを共同運行で新設したのが始まりである。当時のルートは、大阪と高松駅間を、堺で駅を経由し、独立三列シート車で1日4往復結んでいた。2001年の高松自動車道延伸と同時に、行われたダイヤ改正では、増便が行われ、同時に一部便が、丸亀発着、高松経由、四列シート車に変更され、 2010年の高松発着便と丸亀発着便の分、2012年に大阪発着便と神戸発着便を統一するまでは、サヌキエクスプレス大阪、サヌキエクスプレス神戸と分かれていた。かつて運行していた阪急バスでは、サヌキエクスプレス号を、新規バスでは、ハーバーライナーとそれぞれ相性が分かれており、いずれも高松発着便と共通の相性であった。2002年には、 後発で参入した四国旅客鉄道と西日本、JR バスの JR バス2社も、高松エクスプレス、大阪号及び高松エクスプレス、神戸号において、四国高速バス、阪急バス、新規バスと共同運行を始め、同線を延長する形で、丸亀駅までの運行を始めた。しかし、どちらの路線も高松中央 IC から、高松市内を経由してから、 生産地区へ向かうため、時間のロスが大きかった。そこで2009年に、高松市内を通過して、阪神地区と生産地区を直結する路線として、JR バス2社が運行する観音寺発着便の、観音寺エクスプレス、大阪号、神戸号を新設、四国高速バス陣営が運行する、さぬきエクスプレス大阪、さぬきエクスプレス神戸、 ハーバーライナーも一部高松市内を通過する便を設ける系統変更が行われた。JR バス二車便の相性は2001年から運行する高松発着便と区別されている。開設にあたり、JR 四国バスは境でインターチェンジ付近に、四国高速バスは全通人インターチェンジ付近に、それぞれパークバスライドが可能な駐車場を持つバスターミナルを開設した。 さらに、貸切バス専業の営業所として機能していた JR 四国バス観音寺営業所は、本便の運行開始後、高速バスの車庫としても活用されることとなった。一方で、生産地区、2009年10月1日、ダイヤ改正が行われ、高松市内を経由する便は廃止され、すべてが直行便となった。その一方で、観音寺エクスプレス、大阪号の一部を、 三宮バスターミナル経由とした。四国新聞は、いわゆる千円拘束などによる、業績不振による、減便と報じた。2010年7月1日、再びダイヤ改正が行われ、観音寺エクスプレス大阪号と観音寺エクスプレス神戸号が統合され、すべての便が大阪発着、三宮バスターミナル経由の観音寺エクスプレスとなった。 乗車機会は1日後往復に増えたが、実質は2往復分が減便となっている。観音寺駅周辺の運行ルートが変更され、停留所に、夢タウンみとよが加わった。一方、丸亀駅発着の、さぬきエクスプレス大阪と、さぬきエクスプレス神戸、ハーバーライナーは再び、境出駅を経由するようになり、ハーバーライナーと、さぬきエクスプレス大阪が、 それぞれ一往復増便となった。さぬきエクスプレス大阪は USJ もしくは、三宮バスターミナルに停車する便を除き、山陽自動車道、瀬戸中央自動車道を経由するルートに変更された。2011年6月1日、観音寺エクスプレス号において、JR 大阪駅のリニューアル工事完了に伴い、発着場所が桜橋口から、 大阪駅 JR 高速バスターミナルに変更される。また西日本 JR バスが関音寺エクスプレスの運行から撤退し、JR 四国バスの単独運行となった。2012年4月1日、大阪、神戸丸亀線において、阪急バスと新規バスが運行から撤退。四国高速バスの単独運行となり、名称も、サヌキエクスプレス神戸、大阪号に統一される。 こちらもすべての便が、大阪発着、三宮バスターミナル経由になり、神戸淡路鳴門自動車道を経由するルートに変更されている。2017年6月30日、観音寺エクスプレス号と、サヌキエクスプレス神戸、大阪号の共同運行を終了した。サヌキエクスプレス神戸、大阪号は、堺でバスターミナルの経由を廃止、観音寺エクスプレス号は、 全通寺エリアの停留場、全通寺バスターミナルから JR 全通寺駅近くの全通寺本郷通りに変更した。以前存在した3列シート便には松山支店の車両も使われていた。2011年までは西日本 JR バスも運行していた。1日6往復観音寺エクスプレス号大阪駅、JR 高速バスターミナル港町、バスターミナル。 三宮バスターミナル高速舞子、堺でインターバスターミナル全通寺本郷通り、三戸吉役所読めた海んみとよ観音寺駅。大阪市内では、上下便とも大阪駅 JR、高速バスターミナル港町バスターミナルの順に、停車。ありがとうございます。